おはようございます。2024年11月の3日、文化の日、ハワイ、日本は11月の4日、振り替え休日です。はい、デイリーコーヒーのその時間です。今日もよろしくお願いします。ちょうど文化の日だったんだ、昨日日本は。ハワイは文化の日というのはないんですが、今日は実は、ミス・コナ・コーヒー・ページェントの日です。ミス・コナ・コーヒーっていうのは、コナ・コーヒーの、若い、なんですかね、ビューティーコンテストがキングカメハメハホテルで行われていて、去年それに行ったんですよね。今年も誘われていますが、今年は我が家でホームコンサートをすることになったので行きません。ホームコンサートというのは、アルパっていう楽器知ってますかね。アルパという南米のパラグアイのハープなんです。で、全部で37弦あって、半音がないという面白いハープなんですね、あれ。半音がない代わりに何があるんでしょうね、37弦も。37弦あるんですよ。同じ音が2個あるんですかね、よくわかんないんですけれども。半音はないんですね。ドレミファソラシドしかないんです。で、半音は、この指の変なのを使って、指輪を使って半音を作るっていう、まあ、面白い楽器というかね、ハープなんですけれども。我が家に、実はパラグアイの人が突然、ハープを持ってきたことがあるんですよね。何年前だろうね。パラグアイの20年。人民教会のなんか大事に人民してる教会ね。ですか？わかんない。その人が突然うちに訪ねてきて、これをあなたにもらってほしいって言って持ってきたんだよね。で、しばらくうちにそのパラグアイのハープがあったんですよ。アルパっていうんです。でも、弾き方わかんないし、チューニングもわかんないし、ずっとわからないまま、うちの、今、リビングルームに置いてあって、ある時、またこれも知らないしか知ってるかわかんないけど、その時のお友達というか、誰かが来て、旅人かな？誰かが来たんですよね。で、このハープ、私にくれませんかって言うから、どうぞどうぞ、私たち弾けないから持ってってくださいって言って、我が家にしばらくあったアルパが、この女性の方が、ちょっとお名前覚えてないんですけど、亡くなったっていう経緯があります。そのアルパとね、昨日再会して、こんな素敵な音だったんだっていうね、アルパについて少し学び、あまりにも素晴らしかったので、うちでもやってっていうことで、今日ね、午後3時からコンサートをやるので、何で、何かで、特に YouTube で。うちの昔あったアルパと比べて、昨日のね、うん。聞いてもらったら、あれやっぱり、格段に楽器そのものが違うわね。格が高いというかね、そうですね。同じ、楽器でもやっぱり楽器がある程度いいのと、バイオリンでもね、いい楽器とそうじゃないのでは音が全然違う。昨日のやつは素晴らしかったです。で、その奏者の方がね、内海かよさんっておっしゃるんですけれども、あさってまでかな。このちょっと短いハワイの滞在で、なんかハワイの人になるべく聴いてほしいと言って、わざわざその1メーター50もある10キロの楽器をね、飛行機に積んで持ってきたんですよね。本当大変だったろうなと思うんですけど。まあその方が今日午後3時からということは皆さんの午前10時からやりますので、これではなくて Facebook ライブで流そうかなと思ってます。いけるかな？ Facebook ライブって何分できるのかわかんないんですけど、まあ Facebook ライブで流すか YouTube で流せたら YouTube ライブは1000人いないとできないから、まだできないかな。なんかの方法で流したいと思います。多分ね、これはダメなんですよね。音楽の生演奏は、Zoom は。音を拾ってくんないんですよ。確かダメだったと思います。なので、はじめちゃんもしやり方してて教えてもらおうかな。ズームで生演奏って、なんか音を拾わなかったと思うんです。前、フルートのやった時に音を拾わなかったと思うのでね。Facebook か何かで、皆さんにお届けできたらと思っています。なんかね、こんな思いがけないギフトをもらった感じで、嬉しいです。で、彼女はね、フルートも吹くんだって。だから、私のフルート貸してって言われてるんで。二人でね、なんか、一曲か二曲、二重奏もやろうかっていうことになっています。まあ、音楽はね、音が楽しいって書くんですけど、本当に楽しいですよ。皆さんも音楽なされる方、この中にいるかもしれないんですけどね。私の、20代までの若い頃は音楽三昧。源さんもそうだね。源さんはいくつまで？ 30 代ぐらいまで。ずっと音楽三昧の人生だったよね。で、人生の後半はだいぶ違くなってきてますけれども。若い頃は音楽しかやってない時期が長くありました。皆さんもそうです。私もそうです。なんでワクワクしますね。たまに音楽やるとね。一生なくならないです。音楽の音を楽しむ。誰かと奏でる。
本当に音楽を一緒に奏でるとき、みんなでね、一つの生き物になったみたいになるんですね。私はオーケストラでずっと弾いてたんですけど、私たち全体が、オケがですね、一つの大きなオーガニズムっていうか、波になってね、音を奏でるんですよ。それがね、ほんとたまらないんだな。毎日あれができたら、ああいう人生が良かったなっていうふうにも思いますけど、それは、20代で終わってしまいましたけどね。今は全く違う皆さんとハートでつながる人生を送っています。そして昨日、おととい発表した、コヒーランスミルクおかげさまでたくさんの方に参加いただいて本当にありがとうございます。で、手動でしかできないんですね。なんていうんです。振り込みのあれを手動でやっていかなきゃいけないので、申し訳ないんですが、本の時と同じように振り込んだよっていうのを教えてくださったら、私が手動で会員していくっていうのをやっています。自動がどうしてもできない、リザーブストックのシステム上できないやつだったので、これを手動じゃなくて自動にすると、もう一個のイベントの方をキャンセルしなきゃいけないことが分かったので、ちょっとまだやり方を学んでる最中で、もしうまくいったらね、手動じゃなくて自動でできたらいいなと思ってるんですが、今のところ手動なので、銀行振込で3690円、半年間ですね、月600円ぐらいの会費になるんですけれども、ものすごくリーズナブルにしてありますので、大勢の方が入っていただいて、369人の魅力で、世界を本当に平和な場所にしましょう。という仲間を集まっています。コヒーランス魅力です。だから10日から始まるハートフェスを、ちょっとね、まだ参加人数が少ないので、ぜひ、そうですね。この機会に。最低最高人数5人になったら始めようと思っていて、まだ5人に満たらない。13週間にわたって、そうなんです。これは深い深い心の旅ですよね、本当に心の旅で、毎回毎回泣いたり笑ったり、いろんな気づきがあって、発見があってっていうので、メンバーが変わるとね、また新しい場になるので、以前受けた方もよかったら、退職をしに来てくれればと思います。11月10日始まりですね。そうですね、第1回目は本には入ってない現象といいますかね、の緑中道の章から始まります。そうですね。この学びに入っていただくと、その代償をもらうことができます。そう、本人は入ってないんだよね。でも代償大事ですよね。学びに来てください。待っています。ね、今日はね、亀がいたんですよ。現在はまだ見れてないんですけど、目の前の波内側の波が今入ってきた、その手前側に亀がいます。亀が映るといいな。あそこに、あそこの右側の岩のところの手前にカメがいるんです。さっきまでいたけど、今は見えない。カメもいるし、イルカもいるし、あと見てないのはクジラだけだな。クジラは12月になったら来ると思います。まあね、クジラが見れたら嬉しいですね。今日は、本当に3時に、私のフェイスブックに注目していてください。多分フェイスブックのライブでできたらいいなと思ってます。あと、マシュ君のメッセージを多あ、分今日で中きる？に、配信できますので、面白いこと書いてあるよね。マシュ君に興味深聞く、い。大事なことは、今の現実にとらわれるんだということで、今ね、それに執着するんだって。ハートにつながってればいいんだよね。そうです。マッシュ君は一貫して言ってます。では、そのハートにつながる練習で、頭と心臓とお腹まっすぐにしてください。よろしければ手のひらは胸のあたりです。軽く目を閉じて、ハートフォーカス。Well, we'd like to invite you to daily coherence. Just feel your head above your heart, above your belly, and put your hand to your chest area and close your eyes lightly if you will. Heart focus. 意識を下へ下へ下ろして、あなたのハートに集中します。Bring down all your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart. ハート呼吸。Heart breathing.
まるで心臓から息をするように、普段よりゆっくり深く呼吸します。Breathe a little slower and deeper than usual, as if you're breathing through your heart. よろしければ、5秒で吸って、5秒で吐きます。Breathe in 5 seconds. Breathe out 5 seconds, if you will. Heart feeling. Heart feeling of appreciation. ありがたいなぁという感謝の気持ちで、ハートと顔が笑顔になります。And now you can make a big smile in your heart and on your face with the feeling of appreciation. ハートが感謝で満たされたら、全身に広げていきます。When you feel your heart is filled with the energy of appreciation, extend that energy to your whole body. その時、体の気になる場所があれば、そこに感謝を向けます。And if you have any part of your body with concern, you may just focus your energy of appreciation to those areas. Then 全身が感謝で満たされたら、周りの人へ送ります。And now you may radiate your energy of appreciation to all the people around you. あなたの家を感謝で満たします。Fill your house or room with your energy of appreciation. 家族と友人をハートに招待します。You may invite your family members and friends into your heart. コヒーランスに参加している一人一人に感謝を送ります。Extend your energy of appreciation to each one participating in this daily coherence at the moment. ひとりに健やかさ、心の平安と思いやりを送ります。Extend your energy of well-being, peace of mind, and compassion as well to each one on this call. 私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで一つになります。And now just feel we are united as one with the energy of appreciation. Well-being, peace, and compassion.
そのエネルギーをあなたの街の人へ送ります。And then extend that energy to the people of your town and city. あなたの国の人へ。Extend that energy to the people of your country. あなたの大陸の人へ送ります。Extend that energy to the people of your continent. のすべての人に送ります。Extend that energy to all the people on this planet.今、地震や自然災害、戦争や暴力の影響を受けている人に安心と安全を送ります。Extend your energy of safety and security to the people affected by the earthquakes and other natural disasters, wars and violence.私たち全員のエネルギーで地球を包みます。And then embrace our Mother Earth with all our energy. そのエネルギーを地球のすべての命に送ります。Then extend that energy to all the living beings on this planet. そして空へ、宇宙へと送ります。And extend that energy to our sky and universe.最後にもう一度、そのエネルギーを自分自身に送ります。And finally, bring that energy back to yourself. ハートフォーカス呼吸を続けます。Keep heart-focused breathing.私たちが感謝と健やかさ、平和と思いやり、安心と安全のエネルギーで、お互いと地球と、そこに生きるすべての命、空、宇宙とつながったなと感じましたら、目を開けてください。If you feel we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well-being, peace, compassion, safety, and security, please slowly open your eyes. まだそこに亀がいますよ。見える？お帰りなさい。今からブレイクアウトルームを作らせていただいています。この時間は自己表現をしたり、聞いてもらったり、つながりを作ったり、コミュニケーションをする時間に使ってください。いってらっしゃい。行きます。行く行かないは自由です。もしかしたら日曜日はカフェはクローズになったのかもしれないね。今、ここから見てて。営業表が見えるんだけど、日曜日。今日ね、コーヒーがなかったんです。いつもコーヒー屋さん、アンディーズカフェのコーヒーを飲みに来るんですけど、なかったなぁと思ってね、喉がカラカラしてます。たくさんの方がコーヒーランス魅力に参加してくださってありがとうございます。これ、369人をね、できれば、
今度の第15回までに集められたらいいなと思っています。369人の方が毎日369ポイント集めてくださるとね、369×369ポイントだと普通になる。10万ポイントぐらい。100万ポイント？そんないかないか。10万か。369×100 で1万ポイントだから、300×300 だと9万プラス69だから10万ポイント超えるってことだね。その10万ポイント超えたらすごいなと思うんですよね。で、今私たちどれぐらいかっていうとね、毎日ね、1万ポイントぐらいなんです。今。あ、これね、グループがね。グループで。一人では、私は1日1000コミットしてるんですね。1000行くように頑張ってる。なかなかね、30分間だと1000いかないんですね。おしゃべりしてるといかないです。ほんと集中して、コーヒーランスに無になってね、できれば1000行くんですけど、そこまではいかない。まあ、30分で、というか10分間で300ぐらいはいきますんでね。まあ、皆さんも自分の人と比較するのではなくて、自分を高めるために、このアプリをね、使ってください。で、アプリをやる方法を、勝山浩一さんがすごく詳しく作ってくださって、このやり方だと、こうやりやすいなぁと思ったやり方があります。これです、これです。ここから入る。